今回はですね、リモートでヴィッセル神戸の酒井豪徳選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。すいません、なんかこう食事の前でしょ、多分今。はい、そうです。お腹空いてるでしょ。早く終わんないと思ってるでしょ。今日午前中だけだったんで。ああ、そうなの、そうなの。はい、あ、そうなんだ。動いてなかったんで、お腹空いてないです。で、ここまでキャンプ、自分のコンディションどうかな、順調に来てる？そうですね、キャンプ前から自分で、少し、まあ、今シーズンに向けてっていう調整をしていたので、まあ、いい形というか、いいコンディションでキャンプに入れましたし、まあ、キャンプでもいい、トレーニング、チームとしても、厳しい練習もやってるんで、非常にコンディション良くなってきてるなっていう印象はあります。うん、で、監督からなんかこう、要求されてることみたいなのある？コミュニケーション取ってなんか、今シーズン、豪徳、こうやってくれよみたいな、そういうオーダーみたいなのある？いや、そんなにないと思いますけど、うん、まあでも、こう、自分は、割と他の選手よりは、喋るタイプの選手だと思うので、まあ立場的にも、年齢的にも、まあチームを引っ張らなきゃいけない立場にいると思うので、まあ監督からも、まあ、神戸に来てからずっとそういうことは言われてますし、まあ自分としてもそういうのをやらなきゃいけないというふうに思ってるんで、まあ、今回特別に何か言われたってことはないですけど、あ、まあ、自分でも意識して、まあ、引っ張っていこうかなっていうのは思います。うん、さっきね、ホタルに山口さんに聞いたら、はい、なんかすごくいろいろ助けてもらってるみたいなこと言ってた。今そういうふうに若い選手に声かけてくれたりとか、チーム盛り上げてくれてすごく助かってるって言ってたよ。本当ですか。もう、いい仕事してんじゃないの。いや、仕事、あんまり仕事感はないんですけど、ね。ないの。いや、なんかもう、もともとこういう性格というか、その、うん、若い選手とも積極的に喋ろうとかそういうのじゃなくて、まあ、単純にコミュニケーション取ることが好きな人間なのかなって最近はすごい思いますね、うん、自分が。うん、だから俺のイメージなんだけど、いつもすごくこう、冷静にね、落ち着いてさ、なんかしっかり人の話を聞きながら、しっかりこう受け答えしてくれる印象がすごくあって、すごく俺は実は好感持ってるんだね、いつも。ありがとうございます。すごくだ、いつもそんな冷静なの。プレースタイルとさ、ちょっと俺全然違う感じがするんだけど、はい、どっちが本物の豪徳なの。どうですかね、まあどっちが、やっぱりサッカー的に言うならやっぱり試合中の僕が一番の酒井豪徳かなって思いますけど、うん、いやでもこうちょっと冷静なところは演技入ってるかもしれない可能性はありますね。ああ、本当？はい。すごく落ち着いてるからさ、なんかすごい立派だなっていつも思いながらさ。いや、きっと僕をちゃんと知ってる人たちはそんな風に思ってないかも。そういう感じ。メディア向けなわけ。そうですね。それはメディア向け。でもそれができるっていうのはさ、でも海外での経験も大きいんじゃないの、そういうの。そういうのしっかり対応しないと。だってうるさいでしょ。うるさいっていうか厳しいでしょ、向こうも。そうですね。まあ、キャプテンやってた頃はやっぱりこう、まあ、ドイツ語喋らなきゃいけないっていうことはもちろん大前提で、毎日試合後もそうですし、うん、週に2回ほどメディアの前に出て喋らなきゃいけないことがあったんで、やっぱりしっかり物事を考えるっていうところと、まあその、オンとオフじゃないですけど、うん、しっかりニコニコするところと、キリッとするところっていうところは自分の中でこうメリハリつけてる部分もあるんで、まあそういったのは、こうすごく、ドイツ時代キャプテンやってた時にすごく学べたところではあったんで、まあ大事にしてるっていう、うんところはあります、ね、うん、そうだよね。で、まあそういう意味ではね、今年ね、ちょっとこのコロナの影響でキャンプなんかもまあ外出禁止だったりさ、やっぱなかなかね、こうチームメイトでこう話をする場所ってなかなかないじゃない。その中でやっぱコミュニケーション取っていくっていうのはすごく難しいと思うんだけど、なんかそういう中でうまくコミュニケーション取るためになんか工夫してることってある？もうピッチのだけになっちゃうのかもしれないけどさ。そうですね、まあやっぱりこう、なんていうんですかね、こっちから質問してあげるというか、まあ、特に若い選手で、まあ、よく言われるのは、やっぱり経験ある選手からいろいろ聞けよって、若手が言われることが多分一般的だとは思うんですけど、うん、まあ、僕もやっぱりいろんな先輩と過ごしてきて、その、なかなかこちらから質問するっていうことの難しさっていうのがすごいよくわかるんで、やっぱりなんか若手とか、まあ、こう話したそうな、選手だったりとか、まあ、新加入で入ってきた人とか、まあ、いろいろ、そういう人たちには自分からこう、いろいろ質問するようにしてるっていうか、まあ、本当に世間話からサッカーの話から、まあ、共通の、こうさ、選手の知人だったりっていうところの話だったり、まあ、そういうなんかこう、お互いがこう、ノーストレスで話せるような会話とか内容っていうのはすごく気をつけて
るかなって、まあ、今言われるとふと思います、ね、うん、まあ、自然にできてんだね、それね。あんまり意識してないけどね。そうですね。やっぱり、まあ、いろんな国の人と、こう、ドイツで接することがあって、うん、まあ、選手の入れ替えももちろん、サッカー界激しいので、本当にこう、そういった意味では、いろんな文化だったり、いろんな人を知れるこう楽しさみたいなのは、ドイツでちょっと培った部分はあるので、うん、まあ、そういったところはコミュニケーションを取る自分のこう少し能力に、プラスになったのかなと思います、ね。うん、で、まあ、今シーズンね、まあ、神戸としては、ディフェンスラインがね、結構人がこう抜けてしまったりしてると思うんだよね。まあ、多分大きく変わってくると思うんだけど、その中で多分、まあ、豪徳が、そのディフェンスラインの、まあ、昨シーズンもそうだけどさ、こう、チームをこうね、締めていかなきゃいけないと思うんだけど、その辺のディフェンスラインのこう立て直しって言い方は変だけどさ、まあ、失点も昨シーズン多かったけどさ、その辺どうに感じてるかな、メンバーも多分変わると思うんだけど。そうですね。まあ、昨シーズンに関しては自分も、こう、シーズン通して失点に絡んでしまうことが、結構多かったので、やっぱりそこは去年から今年にかけて絶対反省しなきゃいけないところかなっていうのはシーズン前に、もう考えていたことだったので、まあ、まずは個人的な部分でその反省っていうのはもちろん、やっていきたいなと思うんですけど、まあ、おっしゃる通り、失点がすごく多かったので、立て直ししなきゃいけないっていう立場にいるっていうのを、やっぱりみんなが理解しなきゃいけないと思いますし、そういった中でじゃあどういうところコンセプトを持って細かくやるかっていうのは、まあ、チームとしても取り組んでいるところはあるので、まあ、そこはしっかりやっていきたいと思うんですけど、まあ、それ以前に、やっぱりディフェンダー、まあ、攻撃陣もそうなんですけど、やっぱりディフェンス陣も失点数っていうのは結果に現れると思っていて、まあ、どれだけいい、走りをしても、どれだけいい体の張り方しても、やっぱり失点してしまって、最後失点が多かったっていう形だと何も意味がないと思うので、やっぱりそこは、こう、攻撃の選手が得点取るように、守備陣も結果にこだわるというか、ゼロで終わる試合をやっぱり一つでも多くっていうのをやっていかなきゃいけないし、で、そういった意識をやっぱ練習から持つことっていうのが、結局試合でも出ると思いますし、で、それをディフェンスライン一人一人が、しっかり認識してやるっていうことが、まず、こう、チームとしての全体の共有っていう部分でも大事になってくると思いますし、まあ、本当にそういう意味で、こう、いい準備ができていても、試合でゼロ取れなかった時っていうのが、やっぱり結果で評価されるところだと思うので、まあそういったところ、自分はやっぱり口うるさく今シーズン言っていきたいなというふうに思いますし、まあ最初に言いましたけど、自分個人としても、やっぱりなるべく失点に関わらないっていうところ、しっかり守るっていうところっていうところで、やっていきたいなって思いますね。はい。で最後に、まあ、今シーズンの抱負ちょっと重なってしまうかもしれないけど、目標とか抱負ちょっと聞きたいんだけどな。そうですね、まあ、目標というか、まあ抱負っていう部分では、まあ、ちょっと今の話題と被りますけども、本当にこう神戸っていうチームは、得点力があるチームというふうに、来た時から思っているので、まあ、来た当初 もう失点さえ減らせば、上に食い込んでいけるチームだというふうに、僕は話していたので、それはやっぱり今でもその気持ちというのは変わっていないので、やっぱり本当に失点をなくすっていうことが、少しでも高い順位に、食いついていけるっていうことにつながると思いますし、昨年 ACL 経験して、やっぱりあの舞台で戦える喜びだったり、楽しさっていうのをみんな感じたと思うので、やっぱりそこに行ける順位まで、自分たちが、しっかりやって、こうそのポジションを勝ち取れるようなシーズンにしたいっていう思いはやっぱみんな強いと思うので、まず目標としてやっぱりそこっていうところは、一つ念頭に置きながらも、やっぱり降格4チームっていうこともありますし、自分たち昨シーズンいい結果が出なかったっていうこともちゃんと真摯に受け止めて、危機感を持ってやるってことは大事だと思うので、まああまり大きいことは言えないんですけど、まあでも本当にこう少しでも上の順位をっていうところは絶対に持ちながらやりたいと思いますし、まあ僕らもただただ J リーグ参加してるわけじゃないので、少しでも高い位置に行くっていうところを、やりながら、まあ、そうですね、ディフェンダーとして、やっぱり失点を、格段に減らしたいっていうのが、まあ、今シーズンは一番大事にしたいかなと思いますね。失点が減ったら必ず上位に行くと思いますんで、はい、それは全部、豪徳にかかってると思いますから、ちょっとプレッシャーかけましたよ。はい。足りますよ、監督、はい、しっかりとサポートしてくださいよ。はい。はい、頑張ります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。しっかりご飯食べて。はい、食べ過ぎない、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとう。